はい、制限速度60キロで国道22号南下中です。もうすぐ名古屋、場所は清須。最高の季節で本当に気持ちいいですね、バイクが。バイク乗ってて気持ちよくないことってそうはないんですけど、まあ、こういう速い車に抜かれると残念になりますよね。こういう速い車がみんなね安全運転してくれればいいんですけど、そうはいかないのかな。そんな感じで速いビッツさんに安全祈願です。気をつけてね。制限速度私いっぱいですから、まあ、ビューンって抜くのはね本当勘弁。ああやっぱり行かれましたね、白バイ隊員さん。白バイ隊員さん横についた途端にブレーキ踏んだの分かりますかね、今の方。白バイ隊員さんもあれはちょっと注意しに行きますって、まあ、捕まえますって。今のビッツさんねずるいよね。白バイ隊員さんが来たら速度落としてまた加速していくんでしょ。白バイ隊員さんがいてもいなくても安全運転しないとご自身の命危ないですからね。自分で危なくしてる、右足踏んでグーッとアクセル踏んで、バイクなら右手でアクセルひねって、本当にね危険な運転やめていただきたいです。周り巻き込むんでね、何にも危ない運転で周り巻き込まれて何の罪もない人が悲惨な目に遭うの目の前で見てますからね。私ニュースとか報道はもう数知れずですよね、皆さんもご存知の通り。皆さんの中にもね目の前で歩行者跳ねられたり、子供がね車に踏まれちゃったりとか、本当にそんな瞬間見たことある方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、私こう毎日バイクに、まあ、年間5万キロ弱ぐらいねバイクずっと乗るんですけど、まあ、タクシーの半分ぐらいは乗るのかなバイクで。周りをよく見るもんですから、性格なのか分かりませんけど結構見るんですよ事故で。昔からも小さな頃からそういう目周りに目が行く人、ね、子供だったんで、まあ隣の人がね居眠りっぽく打とうとしてたら渋滞なのに徐行しちゃってドーンとねそのままぶつかってみてかね、そういう事故なんかもう数知れず見てますんでね、小さい頃から。右折ね安全確認できずに歩行者パーンって跳ねてとかねしょっちゅう見ます。動画をやっぱりイエローカットでしょこれ。これ何の意味があるのよこれ。もうもろにスローダウンしなきゃいけないんで、私追突される可能性すらあるんですよね、ああいうイエローカットされると。レンタカーの方でしたけどね、慣れない車で危ない運転気をつけてくださいね。まあ、皆さんもレンタカー乗られることあると思うんですけど、もう制限速度以下で走るぐらいの安全運転でね、徹底して安全運転してほしいんです。まあ、前にはレンタカーでぶっ飛ばされてね、すっごい速度のレンタカーとか見たことありますし、動画にも上げたことあるんですけどね、今のレンタカーでしたよみたいなね、ああいう危ない運転はレンタカーではもう禁物ですよ。慣れない操作系、どれぐらいブレーキ効くかのかもねよくわかんないね。え、本当にそんな状況でぶっ飛んでいくレンタカー見ると、まあ、ゾッとしますけど ね、ちょっと頭おかしいのかなって。本気であの病気なのかなと、病気だったら病院行ってね治していただきたいと本気で思いますね。なあの煽ってるんじゃなくて、この周りを巻き込む事故を起こさないためにも本当にそう病気なら治してほしいんですよね。めちゃくちゃ怖いんですよライダー。本当にふっとね車線変更の時に目視確認せずにふっと来られてコツンってハンドルに車体当てられただけで転倒して死ぬことあるんで、これ本当に簡単にライダー死にますんでね、よく考えて安全運転してほしいんですよね。車だけじゃないんですよ走ってるの、バイクのいるし自転車だっている歩行者の方だってね、小さな子がね一人で歩いてたりするんですよ。
の対向車線にお母さん見つけようもんならお母さんとかね、友達見つけようもんならおーいっつってスーパーダッシュかますようなね、子供とか歩いてるんですよね、一人でね。だから常に安全に行ってほしいです。毎日ね、どこかで本当に悲惨な事故、もう視聴者の人がね、もう本当に腹が立つような、そんな悲惨な事故、無謀な事故、毎日報道されてますよ、ね、加害者にならないように常に安全に楽しく行ってください。ありがとうございます。